本一カンドラ好きなモテることカバチャンネルイブンだ。今日は何、今日は美穂さま。あ、韓国一インスタグラムのフォロワー数が多い美穂さまの特集ヒストリーというものを今日やりたいなというふうに思います。過去にですね、前回まあ、コンユーさんから始まり、パク・ボゴムさん、パク・ソジュンさん、キム・スヒョンさん、イ・ジョンソクさん、そして今回イ・ミーホさんということで、これから一応俳優特集というのもですね、こう頻繁的にやっていきたいなというふうに思うんですけれども、みんなね、なかなかこうヒストリーというところまでなかなかたどり着かずに、まあ、作品だったりとか、まあ、見た目みたいなところだったりとか、まあ、そういうちょっと表向きなところは皆さん知ってるんですけども、なかなかこう過去の経歴とかそのヒストリーみたいなものをなかなか知らない人が多くて、やってほしいっていう声がたくさんいただきましたので、こういう企画の方をやらさせていただいてます。そんなこんなでですね、イ・ミーホさんのことを早速ご紹介させていただきたいなっていうふうに思うんですけれども、1987年6月の22日生まれの A 型になってます。そしてソウル出身なんですけれども、兄弟構成はですね、 お姉さんが一人いて弟ということで、イ・ミホさん二人兄弟になってまして、その頃はですね、サッカー少年だったんですね。プロのサッカー選手 の教室に通ってですね、本当にプロのサッカー選手を目指して一生懸命やってたんですけれども、あえなく怪我で断念しちゃいます。プロのサッカー選手夢見てたんですけれども、怪我したことによってそのサッカー選手の夢が途絶えて、そして途方に暮れていたイ・ミーホさんなんですけども、学生時代にモデルと出会います。そのモデル活動をした時にたまたま出会った事務所がですね、スターハウスエンターテイメントという事務所からスカウトされて俳優デビューします。俳優デビューしてからなんですけれども、2003年デビュー作である死者誤入という作品でデビューされて、このノンストップ5、恋するレシピ、そして秘密の工程にパン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 と4つぐらいもう一気に仕事を決めて、次なる次世代のスターだというふうに言われる存在まで一気に行くんですけれども、そこで大事件が起きちゃいます。親友のですね、俳優のお友達である方と旅行に行ったんですよ、ある時。そして旅行に行って、レンタカーを借りて運転をしているんですけれども、相手が車両の方からですね、飲酒運転をした車がですね、もろ正面衝突でバーと激突されてしまいます。もう全治7ヶ月の大怪我をやってしまうんですね。そこで一気にその俳優としてのこの上り調子が一気にガタンと落ちてしまいます。全治7ヶ月の大怪我を負ったことによって、その後に決まっていた2本の大きいドラマのキャスティングが外されてしまいます。そして1年間余儀なく休業ということになるんですけれども、2007年ですね、走れサバというドラマの方で復帰作デビューして、またさらに活躍されるんですけれども、ここで活躍したことによって2009年最もイ・ミーホ様を世界中に、まあ、アジア中に広めた作品というものがありまして、それが花より団子になります。当時無名だったイ・ミーホさんがですね、このキャスティングを花より団子のやっぱ日本でだいぶ人気になった作品なんで、それをリメイクということで、韓国版リメイクということでやらさせていただくんですけれども、すごいキャスティングの中に主演として無名の俳優が選ばれたと。それだからバッシングを受けるんですよ。この人ができるんだろうかとか、この他の俳優の方がいいんじゃないかとか、いろんなバッシングを受けるんですけども、始まった途端圧巻の演技をされる、そして圧巻のビジュアルということで、視聴率も 30% 超えということで、その時期ずっと1位をね、視聴率走っていくぐらい大人気の作品になるんですよ。それによって韓国中、アジア中がイ・ミーホ様の存在を認めざるを得ないという状況になって、アワードではですね、新人俳優賞も取りました。2010年個人の趣向、これはソン・イェジンさんと共演されたりとか、そして2011年シティハンターでさらにアジア中に大ブレイクしちゃいます。クミヨンちゃんと共演されたりとかですね。そして2013年相続者たちですよね。これもパクシネちゃんもキムビさんも今の次世代のもうスターが全員共演している最高のドラマになりますけども、これも想像してでも大成功しちゃいます。
そしてその2年後2015年あの映画カンナム1970で映画として今までドラマばっかりだったんですけども映画としてもデビューされて2016年もうかなりの大人気作である青い海の伝説でさらに人気が上がり3年越しの作品にザッキングといってネットフリックスで190カ国に放映されるということでそして最新作2022年パチンコで全米デビューもされるということでもう止まることなく世界中に羽ばたいていっているイ・ミンホ様パク・ソジュンさんだったりとかヒョンビンさんパク・ボゴムさんとかの方が結構人気があるんですけれども世界で言ったらイ・ミンホ様ダントツ一番韓国の俳優で一番人気のある俳優さんなんですね。だってインスタグラムのフォロワーも3000万人以上いますし、もう各 SNS を総合計すると4000万を超えるという、本当に人気のある俳優さんになりますので、ぜひ今後の活躍も期待したいなというふうに思ってます。そんなね、世界で大活躍するイ・ミンホ様、イ・ミンホ様といえばもう、ついたあだ名が、共演者キラーというあだ名でですね、共演した女優さんと、必ず噂が出るぐらいの俳優さんなんで、まあ、それだけ色男なんですよ。見た目、ルックス、身長も187センチぐらいあって、もう筋肉質なナイスバディ、そしてもう目がパッチリ二重の顔面国宝と言われている顔になりますので、モテないわけではないと。そんなイ・ミンホ様の、まあ、歴代彼女ということで、4名ご紹介したいなというふうに思うんですけど、まあ、一番人気なのは、まあ、ピッスジさんですよね。元ミス A の、まあ、僕の大好きな女優さん、スジと、3年間交際されてたということで、これがまあ一番、ミンホ様なんか一番、有名になった恋人ということで、パリ、ロンドン、韓国など、たくさんのところ旅行をされて、事務所も認めてるぐらいな、交際のカップルということで、まあこれ破局したんですけども、まあ、有名なカップルになってます。そしてもう一人は、モモランド出身のヨヌさんですね。このヨヌさんという方、めちゃめちゃスタイルも良くて、モモランドの、ビジュアル担当だったということで、本当に綺麗な、もうね、筋に似てるんですよ。イ・ミンホさんのね、彼女、大体、ああいうもう綺麗どころのスタイル抜群な女性、ということがね、もう好みで分かるぐらいな感じなんで、モアンのヨヌさんもお付き合い、6ヶ月半年か1年間ぐらいがお付き合いしたと思うんですけども、そんな感じになって、もう一人、パク・ミニョンちゃんですね、ソン・ギュンガンスキャンダルだったりとか、キム・シチョは一体なぜ、秘書長の人々などに出演されている主演女優さん、トップ女優さんでありますよね、このトップ俳優、トップ女優同士がお付き合いをしちゃう、シティハンターかなんかで共演されて、お付き合いされたっていうふうに。言われているんですけれども、トーニー・ミホさんはモテる男なんだなっていうふうに思いますし、美団子のクヘソンさんだったりとか、ザ・キングのキム・ゴウンちゃんとか、相続者のパクシネちゃんなんかとも噂が出るぐらい、もうとにかく共演したらもう、ミホに狙われるみたいな、危ないみたいな感じで、すごくアンチの方だったりとか、バッシングとかも結構強い、まあ、モテる色男ですから、そういうバッシングとかもすごかった、すごい、お方になるんですね。まあ、いい反面悪い反面もあるということで、そういうこれね事実でもないことも言われたりとかするイ・ミンホさんなんですけれども、共演者キラーとかそういう風にこうやりちんみたいな感じでね結構言われるイ・ミンホさんなんですけども、もう実際は全くの真逆でですね、チャリティーにめちゃめちゃ貢献されているんですよ。仕事でかかった家具ブランドとの、チャリティーだったりとか、衣装、相続者たちとかで着た数十着の衣装もチャリティーオークションとかに出して、それも寄付。養子縁組の、チャリティーの方もされてますし、コロナウイルスの時がこう蔓延した時も、そのコロナで困ってる人たちにチャリティーもされてますし、困ってる方にも、ボランティアとか、寄付をされてるということで、もうめちゃめちゃなんかこう、海外のハリウッドスターのように、こう、チャリティー、寄付が、習慣化、身についている俳優さんということで、変の噂とは真逆のもうめちゃめちゃ好印象というか、本当に最高のパーフェクトな男になりますので、ぜひイ・ミンホ様のアンチの方いらっしゃるのであれば、これを機会に、本当にこの人間性も知っていただいて、努力、俳優としてもそうですし、韓国のエンターテインメントを盛り上げるために新韓流四天王の一人でもあるということで、たくさんの SNS とかで本当にイカゲームとかも広めたりとか、アメリカに行ってハリウッドとして本当に韓国の俳優として韓国を広めたりとかですね、本当にたくさんの細かい影では見えない活動というものをイ・ミンホ様されてます。
その中の一つに寄付がありますし、本当に努力というものをされている俳優なんだなというふうに僕も調べて分かりましたので、これを機会にね、美穂様の作品を見るときにはもっともっとこう深く作品について見ていきたいなというふうに思います。この美穂様の作品の中でおすすめドラマ3つございまして、1つ目なんですけども、こちら相続者たちですね。これは絶対的に間違いなく見ていただきたい、もう次世代のスター、オールスターの俳優さんが勢ぞろいのドラマになりますので、ぜひ見てみてください。それでは2つ目なんですけども、こちら青い海の伝説になりますね。これはチョン・ジヨンさんとの共演とダブル主演ということで、本当に美男美女のカップル、人魚と詐欺師の恋ということで、ぜひチェックしてみてください。それでは最後3つ目なんですけども、こちら出世作花より団子ですね。日本で大人気だったドラマを韓国でも大人気になった最高のドラマになりますので、これもぜひまだ見てない人は見てみてください。ここまでご説明させていただきましたけど、いかがだったでしょうか。イミンホ様の人間だったりとか、おすすめのドラマを見てもっともっとイミンホ沼にハマっていただいて、今後の活躍を応援していただけたら嬉しいなっていうふうに思います。この動画が良かったらチャンネル登録、いいね、高評価よろしくお願いします。あー